ザ・ネクステージが手を挙げて準備完了を知らせています。すべてのネクステージが認識を完了し、お互いに準備ができたことを確認し合っているようです。皆様こちら左手のネクステージをご覧ください。プレートを認識、ハッチしフリーローラーコンベヤーに乗せています。手先カメラで部品の位置情報の他に色を認識し、同じ色の部品を探しています。続いてコンベヤーを持ち上げ、部品を右手のネクステージに渡しました。次に中央のロボットと協調し、配線の切断作業を行いました。続いてこちら、右手を付け替え、手先カメラでランダムに置かれたターミナルを認識しています。異なる角度から2回以上接続することにより、ランダムにされた部品の中からピックアップしやすいものを選んでつまみ上げることができます。もちろんターミナルの裏表もカメラで確認することができます。そして2台のロボットが協調し、かしめ作業を行います。中央の電動ワイヤーストリッパー、かしめ機は人が使うものと同等なものになっています。次にあちら右手のネクステージをご覧ください。受け取った部品の文字を手先カメラで確認し、トレイに載せています。ここではプレートの文字および裏表を合わせるために双腕を利用して持ち替え動作を行っています。持ってきました。右手のネクステージは手先カメラを用い、出来上がった配線にかしめ不良がないか検査を行っています。同時にターミナルのわずかなズレを計算し、その位置情報を中央のネクステージに伝えています。もちろんかしめ不良を発見した場合はそれを認識し、不良品を自工程に流すことを防止します。ここでも双方のロボットは共通のマーカーを基準作業にし、作業を行っておりますので、安全設置ながらも精度の高い作業を実現しています。そして右手を電動ドライバーに付け替え、2台のロボットが上昇し、握り締め作業を行っています。この電動ドライバー、二次供給機も人が使うものと同等の万用工具を使用しております。中央のネクステージにご注目ください。リールに巻かれた配線の先端を認識し、外しました。銃弾物で不確定な位置にある配線を認識し、外したことがお分かりいただけましたでしょうか。さらに配線の先端を再度認識し、汎用の電動ワイヤーストリッパーに配線を挿入し、起伏を向いています。このように人と同様な環境、工具で作業可能なヒューマノイドロボットは導入時のランニングコストを抑え、機種切り替えを容易にします。またネクステージの付け替え用のハンドおよび電動ドライバーの等の各工具にも認識用のマーカーが貼られていますので、置き場所を選ばず自由にレイアウトでき、簡潔な IO 等の信号ラインも不要としています。ネクステージは電出力モーターを採用、指の挟み込みを防止するような軸コンセント、安全性について設計段階で十分に検討しています。また運用に関してはリスクアセスメントを行い、人が
接近するエリアを安全センサーにより監視するなど安全方策を取り入れています。今回のデモンストレーションではこの背面の壁面に近接センサーを設置しており安全を確保しています。ではここで実際にロボットに近づいてみましょう。人が近づくと作業を停止します。では離れます。もちろん離れれば作業を再開します。このようにネクステージは安全策のない環境でも使用可能なロボットです。